中京競馬場特別の一つ目9レースは高山騎乗です。芝 1600m の競争、2歳1勝クラス、9頭によって争われます。スタート地点2コーナーからぐっと引き込まれました。シュート1番奥、最後に9番のスマイルバック、これから促されてゲートに収まります。2歳1勝クラス、芝のマイル戦です。係が離れてスタートしました。うなぎ登りは後ろから先行争い、まず外ダッシュよく8番のセウンハーですが、いいスタートを見せてシュートでの先行争いですが、内から3番カレン・マクナイト、5番のサウンド・クレアと前2頭周回コース2コーナーへと入りました。その2、3馬身後方ですが、8番のセウン・ハーデスは3番手わずかに内、4番のサンカルパ、4番手から3番手に首を覗かして上がっていきました。あとは7番のソリタリオが追走しております。そしてそのうち2番のジャカランダ、外は6番のレッドラマンシュという体勢です。そしてその外目ゼッケン9番をつけましたスマイルバック、最後方から1番うなぎ登りが運んでいます。先頭から最後方までは6馬身ぐらいの圏内、これから3コーナーを目指していきます。前2頭が内外離れて、わずかに今度は外5番のサウンドクレアが先頭です。2番手の位置3番のカレン・マックナイトがつけまして、3、4コーナー中間です。ソリタリオ3番手の位置まで上がりました。そしてその後8番のセウン・ハーデスは現在4番手、外から接近9番のスマイルバック、後位の一角外目に取り付いてまいりました。あとは内4番のサンカルパが続いております。そしてその後に内6番のレッドラマンシュが追走して、さあ第4コーナーカーブ直線コースへ向かって残り400を通過、最後坂を使っての攻防、先頭今度は5番のサウンドクレア抜け出したか、サウンドクレアソリタリオ接近、両馬が馬体を制しての追い比べ、うちの狭いところ4番のサンカルパ前にどれだけ接近できるか、外をつきましては1番のうなぎ登りがぐん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 上がってくる。さあソリタリオ先頭だ、ソリタリオうなぎ登りが今2番手の位置まで上がって前を追っている。ソリタリオ、ソリタリオうなぎ登り、ソリタリオか、五輪わずかにソリタリオがうなぎ登りの追撃を振り切っております。制したのは直線の追い比べを制した7番ソリタリオ、福永雄一騎手の手綱でありましたモーリスの3区です。未勝利1勝クラス、連勝となりました。そして2着なんですが、スタートでやや後手を踏んで後ろから運んだうなぎ登り、直線は猛然と足を使ってよく追い込んで首一つまで追いませんでしたが、あと一歩のところまでソリタリオを追い詰めております。その後の3番手争い、これは接戦、5番のサウンドクレア、あるいは8番のセウンハーです、そして6番のレッドラマンシュなど固まった3番手争いです。勝ちタイムは1分35秒3です。上がり 800m は47秒0、 600m は35秒2です。中京競馬場3番手争いですが、外6番のレッドラマンシュもよく伸びているようですが接戦、到達順はすんなり上がりました。3着まですんなり上がりました。1着7番ソリタリオ、勝利ジョッキー福永雄一、2着1番うなぎ登り、3着は6番のレッドラマンシュ、4、5着写真を持って判定いたします。勝ち馬確定のご案内がありますまでお待ちください。中京9レース高山騎乗、勝ちましたのは人気に応えて7番のソリタリオ、未勝利勝ちから連勝となりました。外を伸びた1番のうなぎ登りが2着、3着には6番のレッドラマンシュと入っています。7番、1番、6番、1番人気、4番人気、2番人気です。単勝7番 2.0 倍、枠連17、8.9 倍、馬連1番7番 8.3 倍、馬単7番1番 12.3 倍、3連複1番6番7番 11.0 倍、3連単7番1番6番 50.4 倍です。確定まで